雷検知器は雷を検知する器具や装置のことである。雷は一般的に雷雲として気象レーダーや気象衛星などにより観測されることからこれらも講義には雷検知器である。また、紙開き、時光変やロゴスキーコイルなどを用いた雷、電流計測装置なども含まれるが、ここでは 雷の稲妻を検知する、あるいは稲妻の発生を予測もしくは予知する装置を中心に述べる。日本で実用化されたポポフ型コヒーラ式雷検知器。機器制御、業務用。気象庁により性能検証され、地震観測システムに採用されている。日米特許。ただし、うる規定改正により、日本でも有資格者向けとされ、一般向け販売は停止された。 雷検知器の原型は1894年、ロシアのアレクサンドル・ポポフにより発明された。雷は、ありふれた気象現象の一つであるが、ひとたび落雷が人や物に生じれば、深刻な事態に至ることが多い。落雷は、雷雲かもしくはその周辺に不規則かつ突発的に生じる。また、雷雲の位置や状態は刻々と変化していく。 大きな広がりを持つ雷雲であれば、落雷の発生する可能性のある地域はそれだけ広くなり、また小さな広がりを持つ雷雲であっても、よく発達し、早い移動速度を持つものであれば、わずかな時間で、その移動に伴うように広い地域に多くの落雷が発生する。このようなことから、人の視聴覚のみにより、リアルタイムで自ら、 もしくは自らの資金に生じる落雷の可能性を知ることは難しいことがあり、雷検知器は気象観測の他にこれを補う目的のためなどに用いられる。今日の検知器には大別して稲妻の発生を検出するものと稲妻の発生を予測もしくは予知するものがある。雷の性質を利用したいくつかの検出方式があり、その形態も単機能の形態型のものから、 他の気象観測装置などと組み合わせた高機能型まで様々である。なお雷検知器を落雷からの直接の人身防護目的に使用する場合、雷の挙動から雷検知器単体では不十分であることから他の広域気象観測システム等と組み合わせ、その欠点を補完する。これは一般用の市販品についても同じであるから、その使用にあたっては、 その製品の取扱説明書をよく読み、広域気象情報等と合わせて用いる必要がある。現在、実用化されている検出方式には大別して4つある。大気中で生じる放電である稲妻からは、光と音が放出される。これを検出することにより、雷の発生を知ることができる。ただし、雷光、雷鳴の到達範囲から、 遠方で発生する雷の検出は難しく、雷検知器の設置点近辺で発生する雷の検知に用いられる。ユーマンのオリジナル理論による電磁波検出型,型形態用小型稲妻検知器の例。稲妻が発生するたびに数秒間 LED が点灯、同時にブザーが鳴る。稲妻探知範囲は最大で半径約 60km。原理的に ユーマン型稲妻検知器は持ち運びながら使うと、その場所の受信環境によって稲妻探知範囲が変わり、結果、稲妻までの距離計測が正しくできないことから、その機能を省略して、携帯型としたアナログ式電磁波、検出型携帯用稲妻検知器である。計算回路を搭載したデジタル式電磁波、検出型小型稲妻検知器の例。左のものは、稲妻の発生時。 その地点までの大まかな距離を LED により表示する。右のものは、大まかな稲妻の接近、離間時間を LCD に表示する。なお左のものは、竜巻検知器として開発され、現在でも、その機能を有している。どちらも u m a 型稲妻検知器であり、できるだけ正しく稲妻までの距離を測定するためには、受信環境の良い場所に設置して使用する必要がある。特に右のものは、 精密なため、受信環境の良い場所に設置して使用しないと警報、そのものが全く出ないこともある。米国製。放電である稲妻からは、電磁波が放出される。これを検出することにより、雷の発生を知ることができる。古くからあるものであるが、稲妻から放出される、電磁波は、ノイズであり、無数に存在する、電磁波の中から雷の電磁波を特定することが、難しく、 長らく実験的なものとして使われていた。1970年代、米国アリゾナ大学のマーティン・エイ・ユーマンは、軍の要請すなわち航空保安用の雷検知開発のため、稲妻の放出する電磁波を詳細に調べた。その結果、稲妻から放出される電磁波に特徴があることを発見し、ユーマン理論として発表した。これにより、落雷時に放出される。 電磁波のみを検出することが可能となり、高精度な雷電磁方向探知システムが開発され、実用化された。計算回路を搭載したデジタル式電磁波、検出型小型落雷検知器の例。落雷発生時、落雷地点までの大まかな距離と、落雷地点の接近、離間傾向を LED により表示する。持ち運びながら使うと、各表示は不正確になる。 雲放電などは正しく検知しない落雷検知器である。米国製。その後、落雷の発生位置のみならず、その規模なども知ることができるようになり、謎の多かった雷の詳細解明に大きく寄与気象学分野の研究に限らず、具体的な飛来対策などに飛躍的な進歩をもたらした。共有マン理論は、雷探知網から、 プライベートユース用の携帯型小型雷なり検知器にまで応用され、それぞれ機能も種類も豊富である。遠方で発生する稲妻の検出が可能であり、稲妻の発生位置などから、雷雲の接近、離間なども計算により予測することができる。ただしどのような場所に置かれても、完全に稲妻とそれ以外の電磁波を弁別することができるものではないため、精度を確保するためには、 センサ部の設置場所を選ぶ必要がある。これは同じ原理によるレジャーなどで人身防護用として用いる小型の携帯型雷検知器についても当てはまり、加えてこれらは携帯型あるいは下半型とするために簡素化してあることから頭上で発生する雷を捉えられない可能性がある。あるいは稲妻を検知、警報を出した時にはすでに自身に落雷が発生している。 可能性がある。といった限界もあるので、その使用にあたっては十分な注意が必要である。電磁波検出型の雷検知器は地上のみならず、今日、宇宙からの雷観測にも用いられるようになってきている。2009年2月16日、大阪大学は、東大阪宇宙開発協同組合の小型衛星、毎度1号に搭載した雷観測装置による成功を 発表、さらに2011年から数年間、国際宇宙ステーション、日本実験棟で、地球規模での雷放電及び、高高度放電発光現象の光学及び、電波観測を行う計画を発表している。a m ラジオ受信機の転用、編集、アレクサンドル・ポポフも参照日常、簡易に電磁波検出型雷検知機として、有効利用できるものに、 中波もしくは短波 AM ラジオ受信機がある。FM ラジオ受信機などは利用できない。ガリガリといった音として、稲妻の発生を知ることができる。受信機のアンテナ性能にもよるが、稲妻の検知範囲は 50km 程度である。ラジオ受信機を雷検知機として利用する方法は、経験的にもよく知られており、火薬類を扱う現場などでは、従来より、 ラジオ受信機が用いられてきた。近年の DSP 方式はデジタルフィルターが使用されていることがあり、雷ノイズの一部をカットしてしまうため、従来より汎用されているノイズもよく復調するスーパーヘテロダインラジオ受信機から音が聞こえたならば、直ちに安全な建物内などに避難する。ガリガリの音が大きくまたその間隔が短くなってくると、雷は、 接近状態、逆は、離患状態である。離患状態となり、加えて、完全に雷鳴が聞こえなくなっても、なおしばらくは落雷の危険があるので、少なくとも30分くらいは避難した建物内、などから屋外に出るべきではない。しかし、接近状態を厳密に知ることはできない。雷の発生範囲は大規模なもので、数百キロメートルと広く、しかもランダムに起こるためである。 米国で用いられている電化検出が高みなり検知器の例。垂直アンテナは稲妻からの電磁波検出用。半球状アンテナは電化検出用であり、その下に警報保温と赤色回転灯、電源を得るための太陽電池パネルなどを設けた独立システムとしてある。雷雲が発生すると、雷雲と大地との間に電化が蓄積される。 上述の二方式によるものでは、稲妻や落雷が発生してからでないと、雷検出ができないが、大電を検出するものは、稲妻や落雷の発生を予知することができる。例えば、雷雲と大地間との間に発生する電界を捉え、電界のエネルギー、変異量、変化の状態などにより、雷雲の発生や接近を探知、稲妻の発生を予知することができる。また、 雷雲が発生すると、地表の突出物からコロナ放電が生じることを利用して、このコロナ電流を検出することにより予知するものもある。ただし帯電を利用することから、遠方で発生する雷の予知には不向きで、雷検知器の設置点の比較的近辺で、発生する雷の予知に用いられる。このため、蒸気電磁波検出型と組み合わせ、システムとしたものもある。 最も古いポポフの発明した雷検知器は、真空管の発明によって、コヒーラが実用の無線通信に供されなくなるとともに、歴史上のものになり、またコヒーラの動作メカニズムが解明されていなかったことから、長らく上実の電磁波検出型のものとして認識されていた。しかし一方で、理由はわからないものの、コヒーラを使うと簡単に、 高性能の雷検知器ができることから、その発明以来、改良のための試行が繰り返されていた。近年になって、日本の通信工学系の研究者や技術者らによって、コヒーラそのものからの詳細な研究がなされた結果、コヒーラは独特のインパルス動作スイッチであり、コヒーラを雷検出素子として応用すれば、稲妻検知と稲妻発生予知の両方が一つの、 コヒーラで可能であることが発見され、検出の心臓部であるコヒーラの大幅な改良、雷警報の自動発令、自動解除機能などが加えられ、その発明より100年以上を経て、実用に強され始めた。コヒーラの感度限界より、遠方で発生する落雷の予知はできないが、特に電気、通信設備などに影響を及ぼす、1000メートル圏内程度での落雷を予知することができる。 コヒーラは、自体が、飛来阻止であることから環境、すなわち簡単なアナログ回路構成により稲妻からの、電磁波に加え、落雷発生前の急激な大地で異変動の、直接検出ができるのが特徴であり、上述のユーマン理論による、また電化を検出するタイプの雷検知器におおむね、共通して必要な外乱排除のための大規模、演算回路を必要とせず、 雷検知器設置点近辺での落雷の危険性判断を追じ、高精度に行うことができる。このことから、主に電気機器や電気設備の飛来制御、送配電系統のローカルな雷サージ監視制御用などに用いられるようになった。実験的な雷検知器は古くからあったが、本格的に実用化が始められたのは1970年代以降である。雷検知器を 計画的に各地に配置、通信回線を用いて、それぞれの検知機の検知結果を集約、分析、利用するもの。米国では1990年代に全米がみなり観測ネットワークが完成、これから得られる情報を利用するようになった。日本では米国などからの技術を導入して、1990年代以降、電力会社などでの独自整備が急速に進み、 送配電系統の切り替えなどに用いられるようになった。そして2000年には一般向け雷情報提供サービスを目的としたネットワークが完成している。また気象庁も2010年、雷ナウキャストを一般向けに広く開始した。今日、電力会社などでは雷探知網から得られたリアルタイムの落雷情報をインターネットなどで一般にも公開するようになっている。以下の 雷情報外ブリンクなどを参照されたい。雷は局地的に突発し、秒単位でその状況が変化していく気象現象である。このため雷探知網からの情報が間に合わないことがある。また、人里から離れた場所にあっては通信回線がなく雷探知網からの情報を得るのが困難な場合もある。その他、有線通信回線の場合、 回線自体のなり無線通信回線の場合、高不減水などによるシステムダウンの問題などもある。このことから必要な場所に雷検知器を独立しておき、電力、通信設備などを雷サージなどから守る自動制御用などとして用いられている。なお NTT では遮断器などと合わせ、例えば商用電源を一定時間遮断するシステムのことを特に、雷防護。 ブレーカーシステムと称している。英語版、雷検知、雷予報システムなども参照されたい。それぞれに、長所、短所があり、単体では、万能とはならない各種の雷検知器であるが、その短所を補うように異種のものを複数、また、効果的に他の大気観測手段などと組み合わせると、正規の天気予報にまで使える有効なものとなる。 気象庁は2010年5月27日から発達した積乱雲に伴う激しい突風を予報する竜巻発生角度ナウキャスト及び雷を予報する雷ナウキャストの発表を開始した雷ナウキャストは60分先まで10分刻みの極地落雷予測を行うものであるいわゆる分解能は1000メートル四方であるロンドンにより観測される稲妻の個数密度の 実況とレーダー3次元観測の結果、すなわちレーダー栄光の移動ベクトルを利用した移動処理、これまでの観測により得られた雷活動の清水傾向の統計式などを組み合わせて行う落雷予報と実況である。より高精度を得るためには、雷雲内で電荷が分離、蓄積される構造を詳細に把握する必要があり、現状、 電化分布を直接観測するのは困難であるが、数値計算による大気の延直温度分布や、レーダー観測による降水粒子の三次元分布や、その時間変化により、間接的に把握して予報を組み立てるものとしている。なお今日、JLDN も総合気象情報として雷情報を提供するようになっている。ありがとうございます。